はいどうも、梅です。それでは、スタドゥーバレーやっていきたいと思います。今日はカリフラワーの収穫とフラワーダンスだったかな。あ、明日か。でね、なんかパートナーって書いてあるんだけど、まだ多分パートナーいないよね。まあとりあえず顔だけでも出してみますか。今日はじゃあ水あげて水あげてどうしようか。ちょっとここら辺綺麗にしとく。まだね、農場とは言えないね。雑草も生い茂ってるし、木もこんなにね生え放題だし、一日のエネルギーが限られてるから、無駄にね、こう斧とか振り回しちゃうともったいないので、まあ、無駄なくやろう。何日くらいかかるかな。結構この農場広いから、まだまだかかるね。エネルギーがじゃあちょっとやばいんで寝ますかね。よし、明日はフラワー大会あれなんだっけ、フラワーダンスか。じゃあ寝よう。さあ来ましたよ、フラワーダンス。朝9時って言ってたから、9時まではちょっと動いてようか。かわいいな。お、イベント、ルイスさんか。おう、やあ、こんにちは。あ、ルイスさんこんにちは。いい天気ですね。なんとひどい。あ、建物がなんか壊れてるね。これはペリカンタウンのコミュニティセンターだったものだよ。あー、なんかそういう出会いの場というかね、かつては常に賑わって街の誇りと喜びがあったものだ。どうしちゃったんだろうね。今のありさまはなんとも情けないものだ。確かにね、最近の若者は近所付き合いよりもテレビの前に座ることを選んでしまう。もっと言うとパソコンの前とかね。老人のざれ言に聞こえるかもしれないが聞いてくれ。なんでしょう。除蛇車はここ倉庫に使おうと私に迫ってきている。倉庫に使うの？とうとう本気を出してきたね。ペリカンタウンとしてはそうしてもいいんだが、ここには何かあると
我々老人たちは考えているんだ。過去に執着しているだけかもしれんがね。もし誰かがジョジャの会員になったら売却の手続きを始めるよ。なんかあれなんだね、いろいろ経営が大変なんだね。これフラワーダンスと関係ないのかな。ん？これは何だろう。主にヴィンセントとジャスがここで遊んでいたに違いない。記憶にあるより荒れているな。お、なんかいるよ。どうした？まさか？何なんだ？どこか悪いのか？なんかいたよ。なんか見えたのか？ネズミが大勢いてもおかしくない。お、いるよ。いる。後ろ。結局、ここは何なんだろうね。そうだ、ここの鍵を開けておくから、もし手が空いた時でもいい。ネズミを退治しておくれ。いいよ。鍵、なんかこれでなんか解放されるのかな。おかしいな。またここに来て探索する必要がありそうだ。確かに。あれ、フラワーダンス、なんか別のイベントだったのかな。とりあえず9時になりましたね。森で開催中です。じゃあ森に行きましょう。森ってどこ？上かな。森ってさ、どこ？あ、冒険者ギルド。あ、なんかこっちを初めて見るな。あ、違う。フラワーダンス。やばい、刻一刻と時間が過ぎていく。パートナーないないからね。やばい、森がわかんない。ライナさんまだいるな。どこ？はい、一回、やり直しました。気づいたらね、祭りの時間が終わってて、でね、一回ちょっとこれやり直さなきゃいかんということで、リセットをしました。いや、ずーっとね探してたらもう本当時間が経っちゃって、で今農場の、そういえば下ってなんかあったよなって思ってきたら、祭りの準備中って書いてありましたね。どうやらこっちでやるみたい。いやー、びっくりしたね。全然見つからないっていう。農場の下っていうね。よし、じゃあちょっと時間まで待とうか。お、9時になったね。はい、9時になったので祭りに行ってみようか。お、え、まさかの誰もいない。
本当にここで会場合ってる？誰もいないんだけど。あ、こっち？なんか人がいるよ。あ、なんかまた売ってる。水仙。タンポポ？レアカカシ。うわ、これ欲しいな。これ欲しい。でもお金がない。ダメだ。何にも買えない。荷物いっぱいだし。お、ちょっと話しかけてみようか。お、エリオット。ダンスのために一番いい上着を着てきたんだ。この手のイベントはあまりないからね。イケメンだね。お、リア。あ、会えて嬉しいわ。うん、会えて嬉しいよ。お、ウィリーさん。おかしいな。自分の釣り竿を持ってきたはずなんだが。出た。出た。我らが。マリオ。ガス。カエルの季節がもうすぐ始まるな。そうなの？じゃあね、マリオ。サム、知ってるか？俺はな、花が大好きなんだ。マジか、知らなかった。お、バム、いいかい？人生は一度きりだ。美味しいワイン、小川のせせらぎ、暖かい空気。あれ、ワインは行ったかね？行ったよ。一行目に書いてあった。セバスチャン、上。飲みすぎてるね。お、アビゲイル、みんなの前で踊るのはほんとうんざり。恥ずかしいったらあれしない。うん、意外と恥ずかしいよね。シェン、うん、イカしたソース飲んでるね。飲んじゃってるよ。出た、デミトリウス。そうなの？あ、マーニー。マーニーいいよね。はあ、愛は空気のよう。そして私はまだ独身。マーニーいいね。お、マーロン。マーニーが今日は可愛く見えるんだが。マーニーはいつでも可愛いでしょう。お、ヘイリー。ダンスの動きの練習をしているの。完璧に踊れないといけないからね。なるほど。この祭りのために一週間も花飾りを頑張ってきたの。気に入ってくれた？イーバリンさんはちょっとなぁ。ジョージ、花見るに耐えん。怖いな。じゃあ始めようか。始めましょう。何するの？これは。あ、なんか可愛い格好になってる。わ、全然名前がわかんない。アビゲイル。マルくらいしかわかんないな。合ってるかな。意外とさ、名前覚えてないな。あれだけ話してるのに。てか主人公踊ってないし。今日は楽しかったね。もう家に帰る時間だ。あ、もう終わり？あ、終わりか。もう10時じゃん。早。こうなんかイベント終わったらさ、いきなりこう夜になるのなんか虚しいよね。なんか前回も言ったかな。あんな感じなんだね。で、こうフラワークイーンが決まる感じかな。誰になったのかよくわかんないんだけど、まあ誰かになったんでしょう。主人公じゃないのは確かだね。うん。まあ次のイベントにじゃあ備えますかね。はい。チャンネル登録がまだの方は画面上のアイコンからチャンネル登録をお願いいたします。ツイッターフォローどしどし待っております。
では、またね。